アローラーダイスです。今回はポケットモンスターウルトラムーンやっていきましょう。今回はですね、隠れ特性のアシュレーヌちゃん使っていこうと思います。今までね、ガオガエンとジュナイパーは使ったんですけど、最後の1匹ですね、楽しみ。ダイス、いつもご視聴コメントありがとうございます。その中でね、ポケラスってどうやったらつけますかっていうことでコメントいただいてたので、今回ちょうどポケルスもつけに行くので実際にねやってみたいと思います。もうね、ご存知の方もいるかもなんですけど、ポケルス1匹だけは必ず、持っている方はボックスに保管しましょう。私ね、1回やっちゃったんですよ。手持ちにしかポケルスがついてる子がいなくって、日付変更ラインでポケルス解除になっちゃったんだよね。コードさんにもらいました。はい、2人で持ててよかったです。サンムーンの時にやっちゃったので、ウルトラサンムーンの時はもうね入れておいてます。うるおいボイス隠れ特性は全ての音の攻撃水タイプになります。持ってる技はこの4種類で固定なのと、レベル57は他の御三家2匹と一緒ですね。今のところね、まだ振ってないので、努力値もねポケラスの後に振りに行こうと思うよ。ジャッジは相当優秀な能力、3匹の中で私はこの子が一番良かったです。まあ、卵産みとかすればいいんだけど、このまま行くよ。一応これでポケルスついてない子3体、ついてる子3体を縦に並べて私はいつもつけに行ってます。ポケルスが持ってる子と持ってる子で、持ってない子を挟めばいいんだよね。で、分かりにくいんで私はね、縦3列ずつにしちゃってるよ。あとは努力値を振りに行く前なんで、野生のポケモンと出会ったら逃げますこれね、逃げ足とかの特性の子がトップにいるとすごく楽なんだけど、今回はイバンコなんですが、まあ逃げられるでしょう、大丈夫と思う。1回でついたりとかすっごいつかなかったりするんだよね。で、この方法で1回ね、先頭に行って逃げるとかしてるとつくんだよ。で、ついたかどうかは確認します。おー、一発よかった。すっごいなかなかつかない時もあるんだよね。あとはね、ポケルスについての努力値等々は動画にねなってたりするので、そちらで確認してもらった方がいいかなと思います。はい、よし、じゃあ努力値振りに行きますか。ポケルスはもう OK なんで、持ち物とりあえずなんですけど、HP ぶっぱしようと思います。なんでウェイトとりあえず持たせる。先に持たせないと私忘れちゃうんだよね、せっかくなのに。うんじゃあこれで OK。 他はねどうしようかなって思うんだけど、まあ、特攻が多いから特攻全上げして、どっちも252にしてから最後どっか振ろうかなって思ってます。ただ性格がね、のんきな子なんだよね。本当はおっとりとかが良かったんだけど、それはまた、アシレヌちゃんレートで使いたいなっていう時に孵化させに行こうと思います。カフェスペースにお財布忘れた。あ、行ってきて。どこのカフェ、一番近いとこ、それとも遠いとこ、どこ。11歳になればまた来てくださいね。あら、少年どうしたの。なんで、僕もやりたい島巡り。島巡りは11歳になった時にしかできないからね、かわいそうですが。キャプテンノーマジック、あ、ノーマジックもあるんだ、イリマさんのって。知らなかった。これなった方いるんだ、いるんだなんか普通に聞いちゃった。いる、私初だ。いいえ、ノーマジックだから今回はいいえにするね。おう、ふふ、何度ダメって言われても来るもんね。あら、少年元気がいいね。それでこっそり主ポケモン観察しておいて、11歳になったら一発で達成だよ。そういうことを目論んでいたのか。うん、なんか見どころがある少年だったね。もう少しお勉強が必要かと思いますよ。あら、ち、はーい、これ勝てなかったってことなのかな。お疲れ様お兄さん。キャプテンノーマジック、てん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 、悲しそう。
イリマさんが悲しそう。これは開けられないね。いいえ、どうしてもゴーストポケモンで試練に合格したいわけ。あー、そっか、主ポケモンのラッタはノーマルだからゴースト技効かないよね。でもさ、ゴーストタイプのポケモンでも違う技持てる子いるじゃないね、少年。でもゴーストタイプの技が効かないんだもんな。違うの持とう。なんか入れられるのあるじゃん、技マシンとかで。ね、そうしよう。私もゴーストタイプのポケモン好きだけど、確かに最初のラッタの時使ってなかったもんな。ただいま戻りました。お帰りなさい。どこまで行ってたの？ハオリシティのポケセン。でもお財布忘れちゃうなんて、きっとマスターが持っててくれたと思うんだけど、違うのかな。ありがとう、最高そうだ。もらえるものは一緒みたいだね。多分だけど美味しい水ではなかったです。それにしてもイーマさんが悲しそうだったのが印象的だったんだけど、面白い。よし、全部振り終わったよ。最後ね、素早さにしちゃった。よし、じゃあ行こっか。はい、ということでフリーバトルに行ってみたいと思います。バトルスポットに行く。うるおいボイス、すごい噛み方したよね。一応ね、うるおいボイスだったから何持たせようかめっちゃ迷ったんですよ。ノーマル Z でもいいかなとかいろいろ考えたんだけど、どうしようか迷って神秘の雫持たせてみました。うるおいボイスの時って水タイプの技に変わるってことだったから、ノーマル技使った時に神秘の雫効果持てるのかなと謎だったんで持ってきちゃった。よく分かってなくてごめんなさい。うるおいボイスって効果ある？どうしよう。お相手の方よろしくお願いします。何持ってこっか、何連れてこっか。とりあえずアシレーヌは入れたいからちょっと考えよう。いや、ガブとアシレーヌとメタグロスにします。今ね、ミミッキュとガブリアスですごい迷ったんだけど、こっちで行ってみるかな。炎技とかなかったんだよね。はい、ということで命の玉持ちガブリアス、神秘の雫持ってるアシレーヌちゃんで、メガ石持ってるメタグロさんで来てみたよ。お相手さんはプクリン。かわいい、かわいい。何使おう、地震にしようかな。多分ガブの方が早いから、玉持ちで地震ちょいアップしたら半分削れそうな気がする。で、最終的にダメだったらやばいなって思った瞬間にメタグロスと変える。で、先制技を入れる。はぁ、これ？あ、大丈夫だった？危な、凍らなかった。でも、見てなかった。もう一回地震で、速さは下がっても大丈夫だと思う。OK！ これでプクリンは倒れるんじゃない？何持ってたんだろう？タスキとかかな？わかんないけど、持ち物何だったんだろう。お盆とかではなかったのは分かった。何持ちかな。あとは次何が出てくるかだよね。さっき、タイプヌルとシルバディがいたんだよね。どっちか入ってる気がする。タイプヌルか！うん。迷うけど、どうしよう。ガブ多分倒れるから激輪で頑張ってもらおうかな。タイプ1。いかがかな。これね、読むのめっちゃ苦手なんですよ。だからね、レート戦ね、弱々なんだよね。吠える！うわー、変わる！これアシレーヌが出てくるよね、次だから。おっと？困った、どうしよう。どうする？ハイパーボイスしてみる？ムーンフォースもありだと思うんだけど。ハイパーボイス、かけます。電磁波！おー、麻痺！麻痺！打てる？アシレーヌ頑張って。あ、いった！よかったー。さて、次どうするか。麻痺はついてるけど、言ってくれると信じてる。ムーンフォースにしようかな。滅びの歌もありかと思うんだけど、多分3ターン持たないと思うから、
凍える風、いやームーンフォースかな。頑張れ、入った、よかった、えらい。あ、残ってホエルになって、やばい、ドスン、ガブちゃん。え、これはもう一回激輪で行こう、早いはず。よし、よいしょ、これでタイプヌルでしょ。最後の一体なんだろう、何が来ると思う。メガ枠だったらお母さん、お母さんって呼んじゃったあ、違った、爆音区、やばい、激輪なんだけど、いけるんじゃない、あれ、いけるんじゃない、多分。だよね、お、よかった。なんかアシレーヌ連れてきて、アシレーヌに頑張ってもらおうって思ったんだけど、ガブリアスだった結果あれ、私は今回隠れ特性を使おうとしたんだよね。うん、ありがとうございました。いや、なんか最終的になんですけれども、どうもですね、うるおいボイスの隠れ特性アシレーヌちゃん、活躍させたかったのはその子なんですが、ガブリアスが全部持ってった形になったかなと思います。はい、うるおいボイスについて勉強不足でノーマル Z の方が良かったのかちょっと謎なんだけど、あ、でもやっぱりバトルは楽しいね。うん、まだね、クチートちゃんが本当に生まれないんだよね、なんでだろう。うん、頑張ります、卵割るの。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、コメント、チャンネルのご登録よろしくお願いします。 Twitter もやってます、概要欄に URL がありますのでフォローお待ちしてます。それではまた、 See you!